今日午前、北区でラーメン店など建物3棟が燃える火事がありました。おとといから昨日にかけて23区内では火災が相次ぎ、合わせて3人が亡くなっていて、東京消防庁が注意を呼びかけています。東京消防庁によりますと、今日午前11時15分ごろ、北区昭和町のラーメン店と住宅を兼ねた建物から火が出て、合わせて3棟、およそ70平方メートルが焼けました。いや、私来た時は煙でやってる最中に、たまに黒煙がふわーふわーってなって、また鎮火して、かなりこれ、時間かかりました。この火事で、火元の1階にあるラーメン店の店主の男性が、手や顔に火傷を負いましたが、意識はあるということです。東京消防庁管内では、おとといから住宅火災が相次いでいて、昨日までの2日間に合わせて3人が亡くなりました。練馬区旭ヶ丘では、昨日の明け方、アパートの一室から火が出て、焼け跡から1人の遺体が発見されました。見つかったのは男性の遺体で、火元の部屋に住む70代の男性と見られています。午前3時ごろに火災警報器が鳴り、管理人が男性に注意していたということです。隣に管理人がいますんで、見に行ったらしいんです。そしたら布団の中でタバコを吸って、一応注意はしたらしいんですけども、帰ってしまったらしいんです。そしたら4時になったら、もう類焼火災が全部回ってしまって。今年、東京消防庁管内で火事で亡くなった人の数は昨日までで63人と、前の年の同じ時期に比べて4人多くなっています。東京消防庁は、寒さが厳しくなるこれからは暖房器具の使用が増える上、空気も乾燥するため、火の取り扱いに十分注意するよう呼びかけています。